はい、一般的にですね、老齢年金の相談に際しましては、生年月日とかね、性別を聞かれると思います。で、これは特別支給の老齢厚生年金と言われるものの、支給開始年齢がですね、生年月日、性別によって変わってくるということがあります。で、受給できる年金の形もね、生年月日と性別によって異なっています。で、その他、さまざまなね、年金に関する経過措置とか、あるいは法改正の、対象者に含まれるかどうかということについて、もですね、やはり生年月日が大変重要になってきますので、確認が必要なんですね。で、年金ダイヤルにお電話をされたりですね、あるいは、年金事務所の相談窓口に行かれて、相談員の方に、対して直接ね、お伝えをされるということでしたらね、皆さん特に躊躇されることなく、生年月日をね、お伝えをされると思います。ところが、ネット上のですね、無料メール相談、私どもでも無料メール相談はね、ホームページの方で1回経営者の方限定でご利用いただけるようにはしてますけれども、そういったネット上の無料メール相談ではですね、相談したいなと思ってもですね、生年月日を記載して送信するというのはなかなかちょっと不安だというふうなことをお感じの方も多いと思います。で、そういうこともあってたと思うんですけども、61歳男性ですとかね、62歳女性ですとかね、そういった形でご相談のメールをいただくことが多くなってます。で、ところが、現在ね、何歳かで性別、といった情報だけでは、年齢区分によってはですね、正確な回答ができない、ということもあります。で、生年月日を、正確な生年月日を知らせずにですね、正確な回答をお知りになりたいという場合は、最低限ですね、生年月日が、次のどちらかに、どちらに該当するか、次のどちらであるかだけでもですね、お伝えをされると正確な回答が得られる、ことになりますので、ご参考になさってください。まず例えばですね、昭和二十何年、の1月1日から4月1日までの間に、生年月日がありますとかね、あるいは、昭和二十何年の、4月2日から12月31日までの間に、生年月日がありますと、この2つですね。要はその年の4月1日までに生まれたのか、4月2日以降に生まれたのか、これによって年金の形が変わってくることがあるということなんですね。年金の形とか各種経過措置、それから法改正の、対象者になり得るかどうかというのが年度単位でね、区切られているということと、それから法律上何歳に、到達するというのは、到達したというのは、生年月日の前日で見ることになっていますので、その関係で以上の2つの区分、生まれた年と、それから4月1日以前生まれなのか、4月2日以降生まれなのか、これをお知らせされると良いと思います。